石川慎一が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of 新一石川。私の仕事の本筋として、美味しさは何かっていうところを客観的科学的に分析しましょうと。味の成分とか食感の強さとか分子レベルで考えて料理を作りましょうっていう意味です。今注目されている分子調理、石川は科学の力で美味しさの秘密を探り、新しい料理の開発を続けている。単純にランダムに物を作るんじゃなくて、ちゃんと原理を考えておけばより美味しいものへすぐ到達できるかなという。その一つが記号を使って料理を定義すること。美味しさの法則を見つけ出し、新たな料理への応用ができるという。例えばこのラーメン、色を少し変えて麺の素材でスープを包むと小籠包になるという。新しいものを作っていくためには、科学に基づいた手法で作ることによってより美味しいものができるだろうという。新しいこと、変わらないセオリー。好奇心をかきたてる、今までにない美味しい料理を求める日々。新しくその食材を探してくるっていうのは結構もう難しくなってきていて、味とか香りというところで新しさを出すよりも、食感を変えることでってなったら新しいものになるので。想定とは違う、口当たり、舌触り、噛み応え、脳に刺激を与えるという特殊な物質の特性を利用した温かいアイスクリーム、ふわっととろけるマシュマロのような食感に、遠心分離器を使ったアイスキャンディーは、果物の歯ごたえとシャリシャリな氷の食感が同時に楽しめる。食感、物理的なものを変える方がより新しいものが今生まれてる気がします。フレッシュフェイシーズ、その先は自分が美味しいものを食べ対し食べさせたいというところが原動力にあって、できるだけ広く成果は広めたいとなるので、広く発信をしていければなと思ってはいます。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。